日本の皆さん、こんばんは。ニューヨーク、また今日も雨なんですよね。ヨーロッパの人たちは、これアイルランドですよね。アイルランド雪ですね。イギリスも雪でしたけど、あとこれどこ、あ、これはアイルランドですよね。だからニューヨークも本当はこの雪が降らなきゃいけないのに気温が上がってるからずっと雨なんですかね。なんかちょっと晴れたと思ったらまた雨です。雨の音が聞こえるかどうか分かりませんが、今日の出は6時、今日6時28分って書いてあったので、もう日は出てると思うんですけど、今6時35分です、朝の。まあね、異常気象で水が夏になってなくなったりしなきゃいいんですけど、全く雪は降ってないですね。まあ雨も嫌いじゃないんですけどね。雪の方が見てて綺麗だし、あと降った後はすごく綺麗ですよね、反射してて。こんばんは、おはようございます。 Depends on where you are ですね。どこに住んでるかによって違いますけど、ペリスコープをしてるとね、挨拶が難しいですね。昔のあられちゃんじゃないですけど、全部くっつけて挨拶するとか、なんかそういう、いつでも、でもハローって結構いつでも してるような、まあハイですけどね、英語だと。日本語からまだ、あ、これ日本語の配信、英語のチャンネルから入れないですね。出てきてないです。結構デレイ、遅れてるかもしれないですね。私の配信がまだ見れません。昨日もなんか英語の配信でコメントがだいぶ遅れてたから、ペリスコープのせいなのか、その人の Wi-Fi 環境じゃないかとか、電話の状況じゃないかって言ってましたけど、ペリスコープの関係っていうのがありますよね。ん？なんだ？なんか今変なメッセージが出ましたね。まあ、うちの日本語のアカウントはなぜかリミットテーションがかかってて、全部にアクセスできませんみたいなメッセージが出てくるんですよね、今週から。ペリスコープに3回ぐらい連絡したんですけど、返事もないし、どうしたのかなっていう感じですね。ルールに違反するようなことをしたとは思えないんですけど、何が理由なのか知りたいですよね。やっぱり何か物事がうまくいかない時とか、問題に当たった時っていうのは、その原因がわからないと解決ができないから、早く原因を知りたいっていうのはありますね。今働きがいの説明はしなかったと思うんですけど、働きがい、働く生きがいですね。 Reason for being at work、 Reason for working が英語の 略になります。まあ、働きがいを英語でしている人はあんまりいないみたいなんですけど、なのでそのおかげで YouTube で働きがいっていう英語をローマ字を入れる、多分コイさんしか出てこない私の YouTube に載せたこのビデオ、ペリスコープのビデオしか出てこないかもしれないです。生きがいっていうのはね、たくさんあるんです。もう数知れぬほど。でもコイさんも最近は1ページ目に出るようになったような気がします。検索、最近検索してないですけど、12月に、去年の12月に検索した時は結構ランキングが上がってきたなと思いました。よかったら去年配信した生きがい配信見てください。で、今回のも12週でお届けしてるんですけど、あ、もう来週からあれですね、ビデオの作り方というか、ストーリービデオって私たちは呼んでるんだんですけど、ストーリービデオっていうのは実は誰も言ってない単語で、ビデオストーリーテーリングとか、デジタルビデオストーリーテーリングっていうのが、まあ、Google の検索では上の方なんですかね。だからストーリービデオっていうと、みんな、ん？何？どういう意味？とか、ニュースキャスターなの？とか、ジャーナリストなの？っていうふうに言われてて、ストーリーっていうと、もう、ニュースのネタとかトピックっていうイメージが強いみたいですね。私たちが、まあ、私たちって講師さんたちですね。目指してるところは、ライフストーリー。もうストーリーというのは、みんなどんな人でもみんなストーリーがありますから、生きている限り、その生きている限りに
起こった経験したストーリーっていうものをまとめていけたらいいなと思うので、まあ、ただねやっぱり辛い思い出とかっていうのをストーリーにしたくない人は多いと思うんですね。まあ、私もいじめにあったことがあるんですけど、小学生の時にそれをストーリーにしてくれって言ったら今できますけど、まあ、中学生高校生、まあ、そうです、20代ぐらいの時でもストーリーにしてくださいって言ったらできないかもしれないですね。なのでやっぱり乗り越えないと、精神的に乗り越えないとストーリーって書けないので、でもそのストーリーを書くっていうことができたらもう乗り越えられる、乗り越えられてなくてもストーリーを書けば乗り越えられるっていうのもありますからね。だからそういう意味でも、まあ、日本にはすごくいいセラピーがあって、内観セラピーって言うんですけど、内観セラピーはそのストーリーでだいぶ自分の過去の素敵、なんて言うんだろう、日本語で言うと手放せないって言うんでしたっけ、手放せなかったことが手放せるようになるセラピーの一つですね。だからこのライティングストーリー、まあ、クラフトストーリーって言いますけど、はそのお手伝いになるかもしれません。それが来週ですね。でその次はビデオを撮っていくって、これはね配信でするのはかなり難しいと思いますけど、でもまあできる限りやってみたいと思います。であとエディティング、まあ、エディティングつまずく人多いですよね。まあ、自分もそうでしたけど、ビデオこの作る前はで、そういった話も含めてやっていって、でその後はそのビデオのデリバリーっていうのは、あの自分のメッセージをまとめて作りますから、それを PR していくってことですね。人に知らせるってことです。そこが一番重要だと思います。で今週はオートメーションっていうテーマで1週間しています。最終日の今日はサンクスガーイッツフライデーですね。今日金曜日ですよね私がボケてなければ。なので Thanks God It's Friday っていう、みんな TGIF っていう日です。で、オートメールチンプ、私は別にあのメールチンプの回し物でも何でもないんですけど、やっぱり2000年からインターネットビジネスというか、まあ、e コマースですね、バッグを作ってネットで売るっていうことをしてきたので、2000年っていうともう何て言うんだろう、アーリーアダプターじゃないなって思って始めたんですけど、アーリーアダプターだと1996年、でも96年にアマゾンができてますからね、アーリーアダプターすごいアーリーだったんです。だから2000年もまあ一般的に言えばアーリーアダプターだったのかもしれないですね。でも自分としてはちょっと遅巻きのスタートかなって思ったんですけど、もうドットコムバブルの1年後だったんで、まあその頃から始めてるので、メールが重要だっていうことはなんで知ってたのかは分からないですけど知ってましたね。まあウェブサイトに行ってもらうのにはがきとか手紙では難しいだろうなっていう気はしてたんですよね。それなんでかっていうと、私の最初に作った E メールはホットメールなんですけど、ホットメールのアドレスにあのスノーシュガーっていうのが取れなくて、スノーとシュガーの間にアンダースコアっていうのが入ってたんですよ。でそのアンダースコアっていう、日本語でアンダーバーって言うんでしたっけ、そのアンダースコアが入れたがために、手紙に私のメールアドレスはこれですって書いてもみんな送ってこれなかったんですね、そのアンダースコアのおかげで。なんでだろうと思ったらハイフンにしてしまったり、あとアンダースコアなので見えない、なんかスペースかなんかだと思ったっていうことがあって、あ手紙とかでメールアドレスを教えるのって日本人でも難しいんだなって。アメリカは難しいですよ、みんな字があんまり綺麗じゃないし、あの分かりにくいので、だからやっぱりそのままクリックできるっていうので考えると E メールでお知らせした方が圧倒的に有利だろうなってその時に思ったのかもしれないです。でメールチンプっていうのはいつから使えたんですか、私は2003
3年そんなことないか、2004年ぐらいから使ったんですか、2004年か6年ぐらいか、ちょっと後で調べてみます。そのぐらいから使い始めたんですけど、それ何かっていうと、これは E メールマーケティングソフトウェアって言って、50人以上の人に送る場合は必ずこういったソフトウェアを使わなきゃいけないっていう、まあ、ほぼ法律に近いですね、インターネットビジネスのルールがあるんですよ。日本も多分そうだと思います。なので日本で知らない人結構まだいるし、私の知り合いでもこの前突然メールが送れなくなっちゃったんだけど、なんかサーバーおかしいのかなっていう話をしてて、私はまさかそれはないだろうなって思ったんですけど、50人以上の人にいっぺんにメールを送ったりしてるっていう質問をしたんですね。そしたら、あ、してる、自分の会社って言ったかグループで50人以上の人にいつも CC でメールを送ってるって言ったら、それをするからしたからアウトゴーイングポートっていうのはちょっとポートがブロックされたんじゃないのって話をしたんですね。で、実はポートの番号って3つぐらいしかないので、それ3回ブロックされるとそのアカウントはほとんど使えなくなっちゃう、メールは送れなくなっちゃうんですよ。なので、こういったソフトウェアを使わないといけない、意外に知らない人がまだいるんだなっていう感じはしましたけど、もうこれはルールなので、まあ、スパムメールに対応するためですね。自分のメールから送ってると、受け取った人は二度と送らないでって、その人にメールを送っても送ってくる可能性がありますから。でもこのメールチンプとか AWeber とか、まあ、最近アメリカで有名なのがドリップとかもそうですかね。メールポエットっていうのはこの前初めて聞いたんですけど、あとは会社組織が大きくなったり、メーリングリストが1万、10万、100万リストとかある人は、インフュージョンソフトとか使ってる人が多いですね。あとハブスポットとか。なので、スモールビジネスはメールチンプが圧倒的に多いのと、あとメールポエットも使ってるんですかね。あと、マッドミミ。メールチンプが人気な理由っていうのは、2000人以下は無料で使えるから、2000人っていうのは自分のメールリストが2000メール以下だったら無料で使えるっていうところですね。で、そのメールチンプは会社じゃなくても友達50人以上に、私も年賀状みたいな、年賀状って言わないですよね、もう年賀メール っていうものを送るときは、もうなんか不景気になったときですね、2008年リーマンショックの後、もう年賀状代も節約しなきゃいけないし、でも皆さんには連絡をしておきたいしっていうので、メールチンプを個人用でも使うことにしました、会社だけじゃなくて。で、人によってはやっぱりこう一斉メールだと、一括メールっていうんですか、なんかそれだと寂しい感じがするっていう人もいるんですけど、でも年賀状自体も印刷して一言も書かずに送ってる人は世の中にいっぱいいましたからね、日本にいる時から。だからあれはもうオートメールに近いものはありますよね。なんで送らないよりはやっぱり1年に1回送った方がいいだろうし、 E メールアドレスを持ってる人っていうのはずっと、私も未だにホットメール持ってますけど、アクティブで使ってますけど、まあ、使わなくなったメールもありますね。ライコスっていう、ライコスってもともと何ていうの、ホットボットっていうメールアドレスもあったんですけど、それはもうないですね。ライコス使わないですね、今ね。なのでメールアドレスを持ってる限りはずっと届くってことですね。でも日本の場合はラップトップを持たない人口っていうのも多いんですよね。まあ、うちの両親なんかもメールアドレス持ってないから、本人たちがメールアドレスだと思ってるのは携帯電話についてるメールアドレスですよね。まあ、あれもまあメールアドレスなんですけど、でもあれウェブメールってあるんですかね。まあ、第一ウェブメールのアクセスの仕方も知らないと思いますけどね、うちの両親の場合は。なので、電話のプロバイダーを変えるとメールアドレスも変わってしまうっていうことがあるから、やっぱり常に連絡を取ってないとお互いに連絡が取れなくなっちゃう。まあ、アメリカもそういう理由で Facebook っていうのができたんですけどね、大学卒業してから連絡が取りにくくなっちゃうから、
Facebook がつながってればメールアドレスがなくなっても連絡が取れる、まあ、そういうのはねあった方がいいですよね。だから確かに日本から来るときに連絡をしてた人たちがいまだ連絡取れるかっていうと難しい部分はありますね。いとこにしてもメールアドレスがとメールが届かなくなってから連絡が取れなくなっちゃいましたからね。今住所も聞かないし、要するにフィジカルアドレスってやつですね、英語で。話はちょっと前置きは長いですが、そのメールチンプっていうものをおすすめするってことです。この E メールマーケティングのツールとして、要するにたくさんの人にメールを送るのには、私もいろんなの使ったんですけど、コンスタントコンタクト、キャンペーナーがカナダの会社で、あと何でしたかね、もうないですねこの中に。なのでキャンペーナー、コンスタントコンタクト、あともう一個なんとか名前も忘れるようなところですけど、でメールチンプに多分2005年か6年ぐらいに移動してからもう10年以上使ってるんですけど、すごく便利なのと、やっぱりデザイン性がいいから、まあ、ちょっと UIUX から言うと使いにくい部分もあるんですけど、でも常に進化してる会社だし、カンパニーカルチャーもやっぱしっかりしてるから、きちんとしてるような気がします。対応も早いし、でオートレスポンダーっていうものができたので、できるまではこれ去年か一昨年にできたんですよね。がこれができるまでは A ウェーバーっていうのがオートリスポンダー、オートリスポンダーじゃないや、オートメーションメールっていうのが有名だったんですけど、メールチンプがオートリスポンダーじゃなくてオートメーション E メールを作り始めてからは、ほとんどの人がメールチンプに残るようになったのかもしれないですね。まあ、ドリップも有名ですけど、ドリップはどこかとね合併したんですよね。リードページだったかな。まあスタートアップなのでメールチンプもいつどこかと合併するかわからないので、アメリカの会社は合併して大きくなるというのもあるし、ドロップボックスもなんか上場するみたいですけど、なんかグーグルと提携するとかなんとかっていう話もあったりして、まあ結局はそうなっちゃうのかなっていう感じですね。そのうちドロップボックスもグーグルのドライブの一部になっちゃう可能性もありますね、あの感じだと。まあ Mac も今はマイクロソフトの一部ですからね、 Apple コンピューターも。はい、でこのオートリスポンダーっていうのはこれいつからあるのかなって調べようと思ってて忘れましたけど、これは結構長いと思うんですよ。アメリカでバケーションメールっていうんですけど、要するにバケーション中にメールが届いた場合はすぐに「すいません今休みなので返事がすぐ書けません」みたいなのが自動的に送られるものですね。なのでそれをうまく利用するっていう、特にアフィリエイターの人たちはそういうものを使うのに長けてますから、アフィリエイトっていうのはもうアマゾン、オンライン版ではアマゾンが作ったっていうのは有名なので1996年からありますけど、アフィリエイトっていうシステム、要するに友達を紹介して紹介料を渡すっていうのはもういつからか分かんないぐらい昔からあるんですけど、ネット上では1996年からあるって言われてるものでは、もうオートリスポンダーは欠かせないツールだし、でこれと一緒になんか分かりにくくなってるのがこのオートメーションですね。オートメーションとオートリスポンダーは受け取った人にしてみたら一緒なんですけど、マーケターっていうか作り手からすると別物です。なのでこれも会社だけじゃなくて個人宛にも利用すればうまく使えるんじゃないかなと思いますね。例えば親戚中にブログ、自分のブログを毎回メールするっていうことにも使えるだろうし、まあ、これからっていうのはパーソナルっていうか自分を売り込む、売り込むというのは必ずお金にするっていう意味ではないんですけど、自分、情報を伝えるってことですね。情報伝達っていうものが重要な時代になってくると思います。で、今までアメリカのニュースレターって紙媒体のニュースレターはこんな風にレイアウトするのが多いんですけど、フライヤーっていう、日本でいうチラシですか、フライヤーっていうものもこんな風にデザインして配ったりする。ここから来てるんですけどね、 E メールの E ニュースレターっていうのは、
なので、 e ニュースレターもアメリカではこんな感じでデザインしているのが主流だったんですよ、最初の頃、まだスマートフォンがない頃。でも今はスマートフォンに対応してスクロールダウンできるようにしたり、あとリスポンシブルデザインになってるんですけど、日本はずっと一貫して HTML を使ってなかったと思うんですよね、テキスト媒体上で。多分それはネットじゃない、携帯しか持たない人口が圧倒的に多いから、その人たちにリーチする、その人たちに情報を伝達するには HTML を使わない方が良かったんじゃないですかね。でアメリカも現在今 HTML の書式に戻っ、HTML じゃないや、テキストに戻ってきていて、その理由はここの今日の日本語にあるようにパーソナルタッチなんですね。そのパーソナルタッチを入れるために、あんまり、なんて言うんだろう、コーポレート、会社会社したようなマーケティングの方法じゃなくなってきたってことです。だから日本はずっと最初から最後までテキストなので、日本のテキストのやり方にアメリカも戻ってきたから、日本は今アメリカと同じマーケティングの手法をしてるってことになりますね。で、このパーソナルタッチ、オートリスポンダー、皆さん自動返信の言葉は知ってると思うんですけど、オートリスポンダー、これオートとリスポンスをくっつけた造語だと思いますね。オートリスポンダー、自動返信、そのまんまです。オートが自動だし、リスポンダーが返信、これは簡単だと思います。この2番目のパーソナルタッチが難しいです。これ訳せないなと思ったんですね、全然日本が浮かばなくて。 Google で調べたらパーソナルタッチって書いてあって、で無理やり訳すと人間味のあるとか温かみのあるっていう日本語が出てきました。タッチなので触るっていう意味なんです、接触なんですよね。だからやっぱりアメリカはハグをしたり握手をしたりっていうのが日本よりも多いと思うんですね。まあ日本も最近アメリカハイファイブって言いますけど、日本でハイタッチって言うんですよね。私はちょっとハイタッチは言いにくいというか、英語の感じで言うと言いたくないですね。 ハイファイブの方が慣れてるっていうのもあるし、なんかハイタッチっていうイメージがちょっと私の中では違うので、多分言わないと思います。そういうタッチ、接触するっていうところから来てるんですけど、要するにパーソナルタッチ、個人のタッチを入れる。だからオートリスポンダーでも、今まではバケーションで使うことが多かったから、何月何日まで休みを取っているので返事が届きませんとかっていう、機械的っていうんですね、機械的な返信をしていることが多かったんですけど、オートメール、ステップメールを使っていくって、もう全部機械的になっちゃいますから、その文章の中にパーソナルタッチを入れることによって情報を伝えやすいし、読んでる方もなんかこう本当に個人的にメールをもらってるような感じになる、そういう手法が、手法っていうとまたあれですけど、そういう方がコミュニケーションが取りやすくなってるので主流になってきてますね。で私たちもストーリーを伝えたり、ストーリーを作るということを共有してるので、なるべくというかほとんどパーソナルタッチにしたような内容で送ってますね。なので知らない人でもそのメールをスノーシュガーから受け取っているうちに、だんだん知ってる人、友達からメールもらってるような感覚になると思います。なのでよかったら、今日もタイトルに出てありますので、メルマガ登録してみてください。はい、その登録してくださいっていうことがここに英語で書いてあります。で、今日の一言、いつもねこれ迷いますけど、パーソナルタッチで何かないかなと思って調べたんですけど、 Your personal touch to other is a vital tool of your life。 これマーケティングの言葉にねかけてありますけど、 Your personal touch to other is a vital tool of your life。バイラルっていうのはもうマーケティング用語で、なんかこう日本語でバズるとかっていうような言葉に近いですけど、要するに
ヒット数が多いとかエンゲージメントとか高いとか人気が出たビデオとかみんなの目を引いたイラスト、みんなの目を引いた写真、みんなの目を引いたツイートとかっていうようなことをバイラルって言いますよね。だからパーソナルタッチを人に他人にすることで、他人っていうか他の人ですね、アダーズだから他の人とか他人とかみんなにとか、それは自分の人生にとってのバイラルツール、要するにバズるツールですよっていうことです。だからこれすごく深い クォートですけど、パーソナルタッチってもともと人間味だから個人的なことなんですけど、個人的なことを他人にしてあげるっていうことは、個人的、人間味のあることを他人にしてあげるっていうのは一番効果がある、人生において最も効果があることですよっていうことです。だからまあ早い話が、人のためにいろんなことをしてあげましょうっていうことですね。それはこれ人生をかけてますけど、マーケティングも同じだよっていうことですね。物を売るっていう時代、売るっていうか、昔の売りつけるとか売りつけて儲けようっていう考え方の時代ではもうないですね。バリュー、価値を提供して、提供するっていうのはその人が欲しいもの、欲しいって言ってるものの価値を先に提供して、ギブアンドテイク、まあギブをたくさんしてから、人っていうのはいろんなことをしてもらうとお礼をしたくなりますから、そのお礼をしたいって思ってもらえるまで先にギブ、まあメールチンプもそうですよね、無料でメールチンプを使ってくださいっていう状況で、このオートメーションツールも無料で使えるんですよね。こんなの全部無料で使っていいのかなと思うんですけど、そこまでの価値を提供してから、こんなにメールチンプさんにお世話になってるから、そろそろお返ししないとって思ったら、思った頃に2000人超えたら、もうみんな、もう2000人超えたからメールチンプやめようじゃなくて、もうメールチンプさんにそろそろお金払ってあげてもいいよっていう気持ちになってるってことだと思うんですよね。なので、そういったビジネスにしていきましょうっていうことだと思います。はい、本日もここまで聞いていただいてありがとうございます。それでは来週から iPhone とかスマートフォンでのビデオの作り方ですね、まあ、来週はストーリーから作っていきましょうということなので、皆さんの自己紹介、エレベーターピッチぐらいのビデオの方がいいかもしれないですね。はい、そんなものを作っていけたらと思います。それではまた来週お待ちしてます。ありがとうございます。